今回はデリカミーの後部座席のテーブルをより使いやすくする仮想パーツを紹介していきます。どうも、サンバイフォーデュースのジンです。今回はデリカミーの後部座席のテーブルをより使いやすくするアイテムを紹介していきたいと思います。まず車内のパーツなので、車内に入りましょう。デリカミニの後部座席にはテーブルがついていますね。後部座席のテーブルは遠出した時やドライブの途中で何が食べたりする時にとても便利ですよね。ハンバーガーを置いてドリンクを置いてみたいな感じで使えますね。ですが、テーブルの表面は滑りやすく、食べ物や小物を置いた時に押してしまうと危ないですよね。サムライプロデュースではそんなデリカミニの後部座席のテーブルをより使いやすくするアイテムを作りました。早速装着していきます。はい、装着してきました。見てください、いかがですか。こちらはデリカミニ専用仮想パーツ、シートバックテーブルマットです。便利な後部座席のテーブルをさらに使いやすくするパーツですね。滑りやすかったテーブルにゴム素材のマットをつけることで、食べ物や小物を置いた時に滑りにくくなりますね。こんな感じですね。さらにゴム素材で物を置く面を保護することができるので、傷からも車体を守ることができますね。もし食べ物や飲み物をこぼしてしまった時は、濡れたティッシュなどで拭いていただくと綺麗に拭き取ることができます。マットのカラーはブラックで、純正のデザインを生かしたデザインになっています。後付けがなく、元からついていたかのように内装に馴染みますね。素材は耐久性、耐熱性に優れたゴム素材を使用しているので、夏場など暑くなりやすい、車内でも溶けたりすることなく安心してご利用いただけます。取り付けは商品の裏面に装着してある強力な両面テープで貼るだけで、誰でも安心安全に取り付けることができます。テーブルを閉じることがない方や、取り外しして洗いたい方は形状に合わせて置くだけでもご使用いただけます。いかがだったでしょうか。後部座席のテーブルをより使いやすくするために、ぜひぜひ装着していただきたいです。今回紹介した商品は概要欄にあるサムライプロデュース各店舗でご確認くださいね。こちらの車種に限らず、移動車種の仮想パーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に似合う仮想パーツや便利な商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。